やはり、IHI 社製 XF9 を取りに来たイギリスといいますか、日英共同開発が公式に発表となり、今後、日本の F3 戦闘機開発が加速していくものと考えられます。今回は、F3 戦闘機開発ではなく、ロールス・ロイス社でも苦戦している XF9 ジェットエンジンを詳しく見ていきますね。日本の技術は、エンジンだけでなく他のパーツ群でも高い性能を誇っています。イギリスは日本のそんな先進的な技術を欲しがったのでしょうね。XF9 は超小型で高性能で総発での使用を検討されています。さて、どんなエンジンなのか見ていきます。2022年も最後の月である12月に入ったが、日本の F2 戦闘機を代替する次期戦闘機とイギリスのテンペスト計画、これにイタリアを加えた3カ国で新たな戦闘機の共同開発を行うことが正式に発表された。すでに12月に入った段階で、日本を含め複数のマスメディアがこの状況を報じてきたが、9日、ようやく公式に発表があり、日英での共同開発が本格的に稼働する、今や遅しとそのプレスリリースに目を光らせている方も多いのではなかろうか。日本の航空自衛隊の F2 戦闘機の代替機に関しては、おおむね次世代戦闘機と呼称されており、同機がそうであったように、日本側が開発の主導権を握る前提とはいえ、当初は、やはり、アメリカとの共同開発が、最も可能性が高いと、召されてきた。その場合、現在のいわゆる第5世代戦闘機を、F22 ラプター、そして、F35 ライトニング2と、次々に世に送り出した、アメリカのロッキード・マーチン社の技術支援が、マストと思われていたが、2020年末頃より、別の可能性も囁かれ始めた。それは、自国では、ユーロファイタータイフーンの代替機の開発を、テンペスト計画として推進しているイギリスとの協調であり、それに加わっているイタリアも含め、新たな日本の次世代戦闘機開発のパートナーに浮上てきたのだ。もともと、イギリスが、自国の BEA システムズ社を主幹として言っているテンペスト計画には、これまでも、日本の参加を歓迎する雰囲気が統一しており、ヨーロッパの次世代の戦闘機を開発することの主導権を強化したいとの思惑が大きかった。これは、フランス、ドイツ、スペインが進めている FCAS、フューチャーコンバットエアシステムへの対抗上からも、イギリスが自国主導のテンペスト計画への参加国の増加を推進したいと、希求していたことが大きかった。こうしたイギリス側の思惑と同様に、日本側でも、次世代戦闘機の開発には、自国の都合を、最優先可能な技術支援先を欲していたことがあり、イギリスと日本両国の、政治的な次期戦闘機をめぐる利害が、図らずも一致した形となった。この流れから、イギリスと日本とは、今年2022年1月には、新たな戦闘機に搭載することを前提とした、その機関部の開発を共同で行う実証事業をスタートさせ、前社からロールス・ロイス社、後社から IHI 社が参画することになった。イギリスのロールス・ロイス社は、自国主導のテンペスト計画でも、機関部を担当するほか、既存のユーロファイター・タイフーンに搭載されている機関部、EJ200 の大元の設計を担ったことでも知られ、世界的なエンジンサプライヤーである。ただし、テンペスト計画用の機関部に関しては、ロールス・ロイス社は、未だ開発に苦戦しているとも伝えられており、実証機を含む試作の機関部が出来上がったというようなニュースも、これまでのところは聞こえてきていない。昨年2021年に開催された、軍需品の展示会である DSEI2021 において、テンペスト計画で
採用が見込まれる機関部とは、空気の吸入量が毎秒 100kg 以上、2000度以上のタービン入り口での高温への耐性等が打ち出されていた。そして、これらの過程で、機関部に発生する熱を適切に冷却し、敵のレーダーセンサ等の探知から、機体そのものを目立たなくすることも、同時に求められており、その意味でのステルス性能の追求にも、注意が払われている。また、現行のユーロファイタータイフーン搭載の機関部、EJ200 に比して、10倍以上に相応する電力を発生させ、レーダーセンサ類のアビオニクスに使用すると同時に、将来的な兵装にも使用可能とする方向だとされている。こうしたイギリスのロールス・ロイス社のテンペスト計画に向けた、機関部の開発への取り組みがある一方、日本で、機関部の開発に従事することとなる IHI 社も、すでに、次世代戦闘機に搭載するエンジンには、ベースができている。それこそ、IHI 社が、現、防衛整備庁からの依頼を受け、2010年から、開発を進めた XF9 エンジンであり、これに先立ち、2008年度までに、同社が開発を行ってきた、XF5 エンジンをベースに、さらに、次世代戦闘機への搭載を目指したものだと言ってよい。IHI 社における XF9 エンジンの開発は、大きくは、3つの段階に分けて、年を追って進められ、最初は、2010年から2015年にかけて、高温に耐うる燃焼機と、高圧のタービン、そして、軽量なコンプレッサーなどの、主要な部分の研究から、始められた。そして、次の2段階目として、一部の機関は、並行しながら、2013年から2017年にかけて、前述の主要な部分に加え、吸気口のファンや、低圧のタービン部分の研究を追加で行い、次期戦闘機搭載時に求められるエンジンの必要要素を網羅した。最終的には、ここでも、一部の機関を並行させつつ、2015年から2019年にかけて、第1段階および第2段階で得られた技術的な成果をもとに、戦闘機用のエンジンとして組み上げられ、これが試作機の XF91 エンジンとして完成を見た。IHI 社製の試作機の XF91 エンジンは、1機が2018年6月に防衛装備庁へと無事納入され、以後は、およそ2年間にわたって、その動作と性能を検証する作業が続けられ、試作機ながら想定されていた数々の数値を見事にクリアすることとなった。XF91 エンジンにおいて特筆すべき項目の一つとして、2017年6月に達成したタービン入り口付近の温度において、およそ1800度の高温をクリアしたことが挙げられ、世界まとめても、非常に高い温度で動作することが確認されている。これには、各タービン周りの部品に、ニッケルコバルト元、ニッケル単結晶調合金、セラミック元複合材等の素材の使用や、その加工技術などの難易度の高い工作工程が活かされており、当時も大きく注目された。XF91 エンジンは、全長が 4.8 メートル。ファン入り口部分の直径が 1.0 メートルで、アフターバーナー使用時の推力はおよそ 15.0 トンであり、戦闘機用のエンジンとしては、かなり大型の部類に属するが、その使用と性能は世界基準に達している。例えば、F-35 ライトニング2が搭載しているプラット&ホイットニー社製の F-135 エンジンは、全長が 5.6 メートル。ファン入り口部分の直径が 1.09 メートル、アフターバーナー使用時の推力はおよそ 19.5 トンとなっている。この比較で見ても XF91 エンジンは F135 とほぼ同サイズというか、よりスリムに仕上がっており、アフターバーナー使用時の推力も一見劣るように感じられるかもしれないが、前者は双発、後者は単発という、
相違点がある。XF91 エンジンは試作機であるため、これらの数値はいずれも地上で実施した検証結果で得られたデータではあるものの、最新のアダプティブサイクル方式を採用しており、エンジンそのものの大きさに比して高出力を誇っている。アダプティブサイクル方式は、搭載した機体が上昇する、巡航する、戦闘時の高機動を行うなど、様々な異なる条件下で最適な性能を引き出すための工夫で、かつ前述したように、F-35 ライトニング2の F-135 エンジンよりもコンパクトである。この XF-91 エンジンのコンパクトさは搭載する機体にとっては、別の用途に空いたスペースを振り向けることを可能とし、例えば搭載する燃料を増加させたり、兵装を増加させたりと、用途に応じた運用の幅を広げることに貢献するだろう。日本では、IHI 社のたるまぬ企業努力によって、このような XF91 エンジンの製作に行き着いているが、イギリスのロールス・ロイス社と共同開発を推進する中で、これまでに培われた技術が、いかに活用されるのかからも、目が離せない。日本が巨額の経費を投入して開発を進めている F2 次期戦闘機ですが、準国産開発はついに断念せざるを得なくなったようです。代わりに、日本、イギリス、イタリアの3国による共同開発で合意に達するとみられています。今回は日本の F3 戦闘機開発について見ていこうと思います。そういえば、先進技術実証機 X2 という計画がありましたね。新進という名前で呼ばれていたことがあったようですが、この新進を量産したらよかったのにと、素人は考えるのですが、この計画には、何やら裏があったようですね。確かにテスト機だったので、量産には不向きだったのでしょう。しかし、この新進の量産型を開発していたら、F3 戦闘機計画は別の形になっていたのかもしれないと思うのです。どちらにしても、日本政府の判断が遅いというのは確かですね。現在、航空自衛隊で運用中の F2 戦闘機ですが、四方を広い領海や排他的経済水域に囲まれている日本の地理的な特性を反映しているためか、日本で保有している戦闘機の中でも、対艦攻撃兵装を最も多いかつ搭載できる機体として知られているそうです。この F2 戦闘機は、主翼先端部に2箇所、主翼下部に8箇所、胴体下に1箇所、計11箇所に兵装を吊り下げられるそうですが、対艦攻撃時には、この箇所に、MAX 4発の空対艦ミサイルを装備して、任務に当たることを想定しています。F2 戦闘機は、空対艦ミサイル4発を装備しても、同時に、空対空ミサイル2発の携行が可能なので、最低限の自衛能力も兼ね備えていることになります。つまり、作戦行動の範囲を広げることに貢献できる機体というわけです。また、F2 戦闘機は、アメリカの F-16 ファイティングファルコンを土台にしていましたが、機関部は単発なのに、前述のような追艦攻撃能力を所有しているということは、日本の国情に合わせた仕様を実現したという意味で、とても稀有な存在とも言えるかもしれません。ただし、
こういった日本用の使用を実現できたのは、製造した企業三菱重工業者を中心とする日本の防衛産業各社の研鑽の賜物ですし、政治的思惑でアメリカの戦闘機を土台にしなければならなかった悔しさを、なんとか形にしたものと思われます。本来なら、当時でも、大型の空対艦ミサイル4発も、同時に搭載できる機体なら、ある程度の機動性も確保しつつ、重量を考慮して、双発の機関部にすることが定石と見られていたのに、単発にしたということは、与えられた制限の中で、なんとか要求を満たしたという証拠と言うべきでしょう。こうした F2 戦闘機開発の経緯を踏まえた上で、2035年前後での退役予定に際しては、代替となる次世代戦闘機についても、完成後には、日本の意向に沿った自由度の高い回収ができることが、大事なテーマとして考えられてきました。そうした意向を入れながらも、日本は、太平洋戦争後の戦闘機開発が前提そうであったように、アメリカと共同開発を行うことを前提にして、次期戦闘機への取り組みを進めています。あくまで、日本側が開発主導権を握ることや、完成後の改修等でも任意に行えることを目指しながら、いわゆる第5世代戦闘機で、西側諸国のディファクトスタンダード、事実上の標準になった F-35 ライトニング2を要するアメリカのロッキード・マーチン社が、技術支援先の本命と推測されてきました。しかし、アメリカやロッキード・マーチン社側は、前述の日本側の要望は、最終的に、見合わず、次世代戦闘機開発をめぐっては、戦後、初めて、アメリカ以外の国と日本が、共同開発を行うことが濃厚だろうと報じられるようになってきました。アメリカは、日本の要望を受け入れたくないということだったのでしょうね。同盟国なのにと思ってしまうのは筆者だけでしょうか。アメリカ以外の国ということで浮上したのがイギリスです。イギリスは自国の BA システムズ社を中心として現在の主力戦闘機のユーロファイタータイフーンの代替となるテンペスト計画を主導していました。何より以前から日本の参画も歓迎する空気があったのです。テンペスト計画は、イギリスと BA システムズ社が推進する計画で、2019年、令和元年7月、スウェーデンが覚書を交わし、そこに参画することになりましたが、スウェーデンは、自国で、サーブ39グリペン戦闘機を開発した経緯があります。だからこそ、スウェーデンのテンペスト計画への覚書の締結の意味するところは、テンペスト計画で製造された戦闘機を即スウェーデンが採用することではなく、あくまでも戦闘機開発の工程で生じる技術共有といった側面が強いと見られています。北欧のスウェーデンの第二次世界大戦後の軍事政策ですが、旧ソ連現ロシアを最大の仮想敵国としながらも中立的立場を堅持することで、国の存続を貫くという形をとってきました。そのため戦闘機を国産化してきたという経緯があるのです。そういった意味では、スウェーデンは、日本同様、専守防衛を基本とした軍事政策を行ってきたと言えるでしょう。しかし、あえて、NATO への加盟や国外からの兵器調達を行わないことで、ロシアを刺激しないようにしてきたという特殊な事情があります。さて、日本は自衛隊ではスウェーデンと同様専守防衛を掲げてはいますが、国家としてはアメリカと唯一の軍事同盟を締結、多くの兵器やそれらのシステムを調達しているので、立ち位置としては西側ということを明確に示しています。スウェーデンは、前述のように、これまで、軍事的な仲立ち政策を貫いてきました。
しかし、2022年に、ロシアが、ウクライナへの軍事侵攻を強行したことをきっかけに転換点せざるを得なくなったようで、スウェーデンが、フィンランドと共に NATO へ加盟することは、ほとんど間違いないと思われます。そして、ウクライナも、NATO 加盟を希望することでしょう。スウェーデンが NATO に加盟すれば、戦闘機の調達について、従来のように、国産の戦闘機路線を継続するのか、否かも注目されるところでしょう。もしくは、NATO の標準仕様に準じる必要があれば、テンペスト計画への参画が、大きな役割を果たす可能性も出てきます。改めて、テンペスト計画を振り返ると、2019年9月、イタリアが首位相を取り交わしています。これによって、イギリス以外に完成した機体を調達する国が少なくても、複数になったわけです。スウェーデンの軍も含めると、マックス400機前後の代替機の需要を得ると思われます。日本の次世代戦闘機開発とテンペスト計画が、一つの開発プロジェクトに統合され、かどうかはまだ不明です。ちなみに、日本の次世代戦闘機の調達数は、90機前後と推測されているようです。したがって、仮に、上記の計画が統合されれば、およそ500機前後の代替需要が見込まれる開発プロジェクトになることを意味しますし、日本がアメリカと共同開発を行うよりも、初期の開発コストを削減できる可能性が高いと思われるのです。日本の次世代戦闘機とテンペスト計画は、機関部の実証実験機の共同開発や、レーダーシステムの共同研究を行っていますが、果たして全てを統合した開発プロジェクトになるのかどうか、正式な発表が待たれるところです。ただし、少し気になることがあります。テンペスト計画の進捗が遅延気味という声があるのです。確かに、参加企業には、戦闘機開発のノウハウの蓄積はあるのですが、最新型ではなく、いわゆる第4世代機に限定されるのが不安視されるのです。日本ですが、現行の F2 戦闘機の開発については、第4世代機であっても、政治的な駆け引きのせいで、機関部の国産化は、できませんでした。ということは、イギリスやスウェーデンよりは、その分野で遅れていることは、残念ながら、間違いのない事実です。2月に始まったロシア・ウクライナ戦争では、F-35 ライトニング2とまでは言わないが、例えば、F-16 ファイティング・ファルコンの最新型 V 型等が、ウクライナに供与され、ロシア製戦闘機に対する優位性が示されれば、F-35 への安心感が少しは増すのではないかと思われます。とはいうものの、今のところ、こうした動きは見られません。西側諸国の兵器のクオリティは、ロシア製より確実に上を行っているという証拠は、戦闘機について確認できない状況が続くとみられ、日本にとって、有意義な戦訓は得られそうにありません。西側諸国がウクライナにレオパルト2等の最新標準戦車を供与しないことについては、供与してロシア軍に破壊されてしまったら、それ以降の輸出に支障が生じるからという理屈をあちこちで聞くことがあります。しかし、輸出用のモンキーモデルだったと言われながらも、ロシア製 T-72 等は、湾岸戦争やイラク戦争で、アメリカ製 MIA ブラムスやイギリス製チャレンジャーに完敗していますから、射撃精度そのものに大きな差があるとしか感じられないのです。ロシアの戦闘機をさほど不安視する必要はないのかもしれませんね。
早速ですが、今回は IHI 社が開発した XF9 エンジンの動向について詳しく見ていきます。日英での F3 戦闘機開発が本格始動する中、XF9 の性能がさらに向上する時が来ましたね。アメリカや開発者も驚くすごい次世代エンジン誕生です。長い間、悲願だった純国産ジェットエンジン、XF91。IHI 社製が完成し、カタログが示しているスペックは、かなり高い推力を示しています。このエンジンが、次期 F3 戦闘機に採用されるかどうかも、まだ不明ですが、ある国が、非常に気にかけているらしいという噂が入ってきました。2018年、平成30年、F3 ステルス戦闘機計画が閣議決定され、予算化ま、でこぎつけました。試験ですが、早いというより、むしろ遅かったという感じがしています。これからの第6世代戦闘機は、様々な形があるようですが、現在活躍している F35 戦闘機以上、はるかに優れた性能と戦闘機には、もはや、必須条件のステルス性の双方を兼ね備えたものでなければ、意味がないでしょう。この新型は、双発エンジンになると考えられます。双発エンジンというのは、左右の主翼に、エンジンを一機ずつ設置したものです。現在の F35 戦闘機は、片方に一機乗せた単発エンジンです。この双発エンジンも、2タイプは製造しておくと、将来的には、護衛艦、出雲、や、加賀、の甲板上での運用も可能になると思われます。そうは言っても、どこまで計画が進むかはまだまだわかりません。ここに来て、今さら F22 戦闘機にハイクオリティなどは不要です。目指すのは、最新鋭のその先を目標にして開発されることになります。いよいよ、日本の悲願の国産戦闘機の登場になるのでしょうか。この戦闘機計画はエンジン部分が非常に重要なポイントとなります。ここの選択を間違うだけで日本の損失は計り知れないものとなり、ひいては周辺国への防衛力が低下することにつながります。しかし、さすがは日本です。高性能なジェットエンジンを開発しています。これは自画自賛になりますが、言わざるを得ません。では、その注目のエンジンについて紹介していきましょう。2018年6月、日本の航空軍事市場においてエポックメイキングとも言える出来事がありました。プロトタイプの一機だけですが、ジェットエンジンが、開発メーカーの IHI 社から防衛装備庁に納入されたのです。これは大きく話題となりました。このジェットエンジンが XF91 と呼ばれる航空機、戦闘機用のエンジンです。しかも、現在の国際的スタンダードで比較しても、他国製品に全く引けを取らない高い性能を持った画期的なエンジンと言えるでしょう。今回、防衛装備庁に納入された XF91 エンジンは、アフターバーナーを使用した場合の推力は15トン超えです。F22 ラプター戦闘機の F119 エンジンが、同じ状況では 15.9 キロですから、これは、全然遜色のない数値と言えるでしょう。ちなみに、F35 ライトニング2戦闘機ですが、F135 エンジンのアフターバーナー使用時の推力は 19.5 トンとなっています。数字を見れば XF91 エンジンのそれを上回ってはいますが、これはプロトタイプですから、どう考えると、今後の性能向上も十分期待できると思われるのです。
アフターバーナーについても見ていきましょう。エンジンから排気ガスが放出されますが、これに直接燃料を噴霧して、もっと燃焼させることによって推進力を高めるシステムのことです。XF91 エンジンの場合は、アフターバーナーがなくても11トンの推力が記録されました。XF91 エンジンが注目を集めた理由ですが、従来はこのような一線級の性能を獲得するのは難しかった国産エンジンの分野において、世界に通用する性能を実証できたということが原因と推測されます。実は、現在収益中の航空自衛隊 F2 戦闘機を国内ではなくアメリカ製の F16 戦闘機を土台にして開発すると決定したときに、その大きな理由の一つが戦闘機に搭載するエンジンを自国で開発ができないためということを考えると、まさしく快挙と言えるでしょう。ざっくり言うと、戦闘機の重要部分であるエンジンが日本で作れないから、戦闘機自体をアメリカ製の真似をして作らざるを得なかったということだと思われます。実は、当時も日本独自で戦闘機開発を目指そうという意見がありました。しかし、政治的な思惑やこうした機関部分を国内で製造するのが困難だったという現実を鑑みれば、諦めざるを得ませんでした。こうした過去を考えると、今度こそ、いよいよ、国産化エンジンに、目処がついた状況になったということで、悲願達成という言葉も過言ではないでしょう。くしくも、F2 戦闘機の後継機である、F3 戦闘機は、アメリカとの共同開発と言われていますが、XF91 エンジンが完成したことによって、日本が、新しい選択肢を得られたことに、間違いはないですね。XF91 エンジンは、現在の戦闘機用エンジンに求められる必須条件である小型、軽量という要素をクリアしています。それに加えて、15トン以上もの推力確保に成功していることが素晴らしいと言えるでしょう。具体的な各部分のデータを紹介しましょう。前述の、F22 ラプター戦闘機 F119 エンジンは、全長 5.16M、直径 1.168M ですが、XF91 エンジンは、全長 4.8M、直径 1M ですから、コンパクトサイズに出来上がったと言えますよね。戦闘機の推力だけを強めるためのエンジンを製造するのなら、多少サイズを大きくすれば、比較に簡単に可能と思われますが、XF91 エンジンのように、これほど小型で、かつ強力なエンジンになったというのは、最大のメリットでしょう。というのも、現在の戦闘機の必須要素と考えられているのが、機関部のダウンサイズ小型化です。これは、ステルス性能をアップさせるためでもあり、同時に、兵装を機体内への収める、場合の積載量を増やすことも可能にさせるメリットがあります。もちろん、ステルス戦闘機を日本で独自に開発するということになれば、このような兵装収容用のウェポンベイ、爆弾層の技術的ノウハウなど、様々な課題が発生してくるでしょう。しかし、最大の関門ともいえるエンジンの小型化がクリアされているので、何とも心強いと言われています。その他の出来事として、2019年6月の航空見本市において、XF91 エンジンの推力変更ノズルが開発中であることが公表されました。これにより、実用化に向けた準備が着々と進行中であることが、世界に強く印象づけることになったようです。ちなみに、推力変更ノズルというのは、ジェットエンジンの排気の方向を変化させることによって、進む方向を調節する装置のことです。XF91 エンジンの場合は、ノズル式の同装置によって、
最大20度の角度内で、機体のコントロールができると言われています。開発が進む XF-91 エンジンですが、次期 F3 戦闘機自体の着地点が、未だに決定していない状況です。このままでは、せっかくのプロトタイプエンジンが活用できないのではないかという最悪のシナリオも予想されているそうです。しかし、ここで注目すべきニュースがあるのです。この XF-91 エンジンに関して、当事国である日本よりもある意味で気にかけている国があるらしいということです。次期 F3 戦闘機が気にかかって仕方ないのか、折に触れてニュースで取り上げている国があるのです。しかも、その取り上げ方といったら、未だ何も決まっていない。要するに、ゴリ夢中状態のこの計画を、自国の安全保障が脅かされると、強行状態もどきの論調なのです。このヒステリーじみた国こそ、お隣の韓国です。お互いに、日本が仮想敵国と考えているだろう。中国ならわかりますが、韓国は、アメリカの同盟国という、同じ立場です。ただ、韓国と日本の関係は、一言で言えるほど簡単ではありません。日本にとって、韓国は、輸出で第3位、輸入で第4位の貿易相手国です。